それでは見事に優勝いたしました瓜生正義選手の入場です。さあ皆様盛大な拍手でお出迎えください。瓜生正義選手見事にイン逃げ決めました。おめでとうございます。さあまずは祝福の花束贈呈です。瓜生選手おめでとうございます。さあということでそれでは見事に優勝いたしました瓜生選手に喜びの声を聞きたいと思います。瓜生選手優勝おめでとうございます。どうもありがとうございました。おめでとうございます。さあということでもう瓜生選手このね徳山までのこの G1 クラウンは初めての優勝、はい、そうですね、はい、どうですか今の気持ちは素直に。いやもう嬉しいです。嬉しいです、はい、もうしっかりと1号艇でイン逃げしました。もうちょっとレースはしっかりしてなかったんですけども、結果良かったと思います。はい、まあレースですけども1号艇からね、まあ風の方も若干ちょっと落ち着きを、見せましたけども、ね、はい、いかがでしたか自分でスタートしてみて、ここどこで優勝できるなって確信が。そうですね、まあ2周目ぐらいから、まあ安全運転と思って。2周目ぐらいからは安全運転だと。はい、はい、その辺ぐらいから優勝を意識しましたけど、はい。はい。まあここね、前付けも来まして、コースの方もスタート展示とは若干変わりましたけども、はい、もうそこは関係なく先に回ればいいなと、自分の中では。もうそうですね、もうスタート展示と一緒の場所から行くつもりだったので、はい。もう意外と安心していきました。意外と安心して、はい、まあスタート特訓ね、スタート特訓の練習の時はちょっと若干スタート感もあれわからないななんてコメントも出てましたけども、はい、スタート展示行った時はもう自分なりに修正できてましたか。修正したつもりだったんですけども、またずれまして、またずれまして、だからちょっと半信半疑のままスタートしたんですけど、半信半疑のまま、はい、ただもう先に回ってインディーを見事に決めて、はい、やっぱりクラウンこの徳山久々のねレースでしたけどもいかがですか、はい、徳山改めて相性は雰囲気はいいですね。雰囲気はいい、はい、もう今後も徳山でしっかりと活躍したいですね。そうですね、できればとこ皆さんに貢献したいと思います。はい、皆さんに貢献したい、よろしくお願いします、はい、いやもう本当に記念も今年は2つ目となりましたんで。そうですね、うん、本当恵まれた1年だと思います、はい、あとはやっぱり SG 勝利を皆さん待ってますから。そうですね、本当一生懸命走りたいと思います。わかりました。それではこちらね集まっていただいたお客さんにもう本当に船券取った方も、集まってますから一言ちょっとお願いします。はい、はい、本当一節間どうもお世話になりました。ありがとうございます、これからも、ボートレースを盛り上げていけるよう全力を尽くしてまいりますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではそのまま表彰式に移らせていただきたいと思います。さあ見事イン逃げでね優勝しました瓜生正義選手ですけども、さあそれではまず表彰に移りたいと思います。まずはじめに中国運輸局山口運輸局支局長今谷美昭様より中国運輸局長賞が授与されます。さあそれでは今谷様よろしくお願いします。おめでとうございます。さあ今谷様ありがとうございました。どうぞお戻りください。続きまして一般財団法人日本モーターボート競争会常務理事宮武圭司より日本モーターボート競争会会長賞として賞状とカップが授与されます。賞状ブルー正義殿、貴殿は徳山ボートレース場における G1 徳山クラウン争奪戦競争において優勝されましたのでここにご了承します。平成25年9月16日一般財団法人日本モーターボート瓜生選手おめでとう。おめでとうございます。さあ続きまして優勝カップ授与です。さあ優勝カップちょっと重いですけどよろしくお願いします。おめでとうございます。さあ宮武常務理事ありがとうございました。続きまして周南市長木村健一郎より900万の賞金小切手と徳山クラウンが授与されます。木村市長よろしくお願いします。さあ瓜生選手おめでとうございます。
さあ2人でね900万を授与させていただきました。さあということで続きましては徳山クラウンでございます。さあ瓜生選手、これが目玉の徳山クラウンでございますから、ぜひこのクラウンをですね、かぶっていただきたいなと思っております。さあ瓜生選手、初めての徳山クラウンをかぶりました。おめでとうございます。さあ木村市長ありがとうございました。さあそれではここで写真撮影に移りたいと思います。マスコミ関係者の皆様よろしくお願いいたします。さあじゃあそれ瓜生選手しっかり落ちないように結んでいただきますんで、あの家までは被らなくていいです。じゃないです、あの東京までそれ被っていったらどっかで止められますから、はい。さあそれでは高々とそのね、ガッツポーズで皆様写真撮影よろしくお願いします。ウリュウさん頭落ちそうみたいな感じになってますけど大丈夫ですか。じゃあそのままちょっとガッツポーズで、ありがとうございます。さあ新聞記者の皆様、そして各関係者の皆様、どんどん撮ってください。ウリュウ選手の初クラウンでございますね。やっぱりウリュウ選手あの頭が小さいのでね、ちょっと若干大きめになっておりますから、クラウンが。さあ大丈夫でしょうか。あ、じゃあこれも一緒にと、ウリュウ選手これをじゃあ持ちながらと、頭はまっすぐのままね、落ちないようにお願いしたいと思います。さあやりました。皆様この姿いいですね。徳山クラウンをかぶったウリュウ選手初めてでございますからね、さあこれはもう来年も連覇を狙ってこのクラウンをかぶり続けていただきたいなと思っております。さあ関係者の皆さんどうでしょう、大丈夫ですか。さあ新聞記者の方々もこれが紙面に明日載りますからね、大丈夫ですね。 OK ですか。はい OK でしょうか。 OK ならば OK です。はい、ありがとうございます。じゃあこちらの方を撮っていただいて、さあじゃあウリュウ選手それをかぶったまま最後にファンの皆様にもう一言いきましょう。それかぶったままどうですか、かぶってみて感想は。はい、ちょっと相当不安定なので、相当不安定なので、はい、ずっとこうなってますけども、あの、ええ、はい、大丈夫なのかどうか。あのウリュウ選手、はい、正直こんなこと言っちゃあれですけど今面白いですよ。あ、そうですか。ええ、いや、まあ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 、やっぱあの、陸の上でも盛り上げたいと思います。陸の上でも盛り上げていただきましょう、はい、じゃあそれをかぶったまま最後までこうやって集まっていただいたファンの皆様に一言お願いします。はい、本当これからもボートレースを盛り上げていきたいと思ってますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。どうも一節間ありがとうございました。ありがとうございました。見事 G1 徳山クラウン争奪戦開設60周年記念競争優勝しました瓜生正幸選手でした。ありがとうございました。さあということで瓜生選手をね、イン逃げ決着で見事幕を閉じました。